はい、皆さんお疲れ様です。アンジェリーナ・ジョリーです。ということでですね、すいません、今日上がる動画が、やらかしによって、ちょっと伸びてしまいました。誠に申し訳ありません。ですね、まあ、先日ちょっとホスト君のところに、ホストの大ちゃんファミリーのつばちゃんのところにね、ちょっと行ってきたんですけども、まあホストってすごい職業ですね。めちゃくちゃグロいです。とりあえずもうゲスの極みって言っときました。はい、本人も否定してなかったですね。はい、クズ中のクズですって、毒クズですって言ってました。いやーすごい、闇金牛島くんみたいな世界が本当にあります。かなり子供向けではないので、気をつけてください。近々動画アップさせていただきたいと思います。それとですね、なんか質問あった。まあいいや、質問をちょっと忘れちゃったんで、猪木さんがちょっと入院されてることについて、動画見たんですけど、すごい痩せられてて、あと、白髪なられてて、ちょっと心配ですね。なんか、なんとか、早く、回復してほしいなと願っております。はい。じゃあここで、プライド時代に言えなかった話の、あれですね。道場破りですね。吉田道場に来た道場破り。まあ、ガチャッとドア入ってきて、すいません、と。まあ、こんないい声、こんな爽やかじゃないですけど、すいません、と。中村和さんいますかって言われたんですね。で、まあもちろんいないんで、いや、いないですけど、数の知り合いがないからですかって聞いたら、いや、そういうわけじゃないですと。で、あ、じゃあ、ちょっと今日来てないんですけど、どうされますかって言ったら、ではこれを、中村選手に渡してくださいと。まあ、一枚の紙を手渡されたんですね。ほんで、まあ、武骨なまま、なんだこいつと思って、危ねえと思って、まあでも体僕より大きかったんで、当時、その彼は。で、まあ、危ねえなと思って見てたんですけど、帰って、その、もらった紙を、パッと、一枚になってたんで、広げてみたら、なんと、果たし状って書いてあったんですよ。うん。果たし状と。しかも、果たすっていう字が、漢字が間違ってて、しかも字がめちゃくちゃ汚いんですよね。で、いや、これやべえなと思って、まあ、とりあえず内容を見るとですね、まあ、ちょうど、対グレイシーの時ですね、武士道その、いくつだったかな。僕が、オドリオ・グレイシーに負けた時ですかね。彼、中村、カズが、誰だったんだっけな、ダニエル・グレイシーかな、やった時なんですよ。その後なんですよね。で、その果たし状って書いてあって、その果たし状と。しかも果たし状の状がひらがななんですよ。果たし状ってね。で、果たしの果たすっていう字が間違ってて、この字違うなと思ってたんですけど、まあいいやと。で、いきなり冒頭から、俺はお前がグレイシーに勝ったのを認めないと。え？ってことは柔術家のやつかなと思ったら、人かなと思ったら、俺はグレイシーに、お前がグレイシーに勝ったとは認めない。俺は空手家だ。空手家かいと。空手家かよ。まあ、そうやって書いてあったんですね。この後は、
月刊、はい、ジョージ・クルニーチャンネルの方をご購入ください。よろしくお願いします。また来週。